シュガーランドはアメリカが州国テキサス州、フォートベンド郡に位置する都市である。ヒューストン・ザ・ウッドランズ・シュガーランド大都市圏に属している。州内では最大級に豊かで成長速度の高い都市であり、過去10年間で158%以上成長した。2000年から2007年の間には雇用数が46.24%増加した。2010年の国勢調査では、 人口78,817人だった。2012年の推計では82,480人となっており、家庭あたり収入の中央値は113,261ベ米ドル、住宅価格の中央値は369,600ベ米ドルだった。シュガーランドは20世紀前半に砂糖プランテーションとして設立され、1959年に法人化され、 ホートベンド郡では最大都市であり、経済の中心である。ヒューストン地域では人口第3位、経済活動で第2位である。インペリアルシュガー社の本社があり、かつては主要佐藤生成工場と物流センターが市内にあった。この遺産を認識し、インペリアルシュガー社の王冠ロゴが支障とロゴにも使われている。CVR エナジーのアメリカ本社もある。 2012年のフォーチュン500に載っている市内唯一の会社である。ヒューストンクリニクルによれば第5位の民間企業だった。また、ウェスタン航空の本社やナルコケミカルカンパニーの主要製造施設もある。さらに多くの国際的エネルギー、ソフトウェア、エンジニアリング、製造の会社もある。国内でもマスタープランで開発された街の数が最大である。 ポートベンド郡にあって、シュガーランドのマスタープラン町の数が最も多く、例えば、グレートウッド、ファーストコロニー、シュガークリーク、リバーパーク、リバーストーン、ニューテリトリー、テリフェアなどの町がある。2007年時点で人口5万人から10万人規模の都市の中で、テキサス州で最も適合した都市と4年連続で呼ばれている。2006年、CNN の雑誌。 マネーでは国内で住みたい都市百欠の中で第3位になった。2007年 CQ プレスは国内で安全な都市の第14位に位置づけた。2010年には第12位となりテキサス州では第1位だった。2008年雑誌フォーブスではヒューストン都市圏の中でバンカーヒルビレッジやハンターズクリークビレッジと共に住みやすい。 郊外部のトップに選定し、比較的人口が多い割に豊かであると注釈した。シュガーランドでは、独立リーグの野球チームである、シュガーランドスキーターズが、新しいコンステレーションフィールドを、本拠地球場にしている。また、アイスホッケーのティアスリージュニアへのチームである、シュガーランドインペリアルズも、本拠地にしており、シュガーランドアイススポーツ複合施設で試合を、行っている。 シュガーランドの歴史は、スティーブン・オースティンに、メキシコが土地を払い下げた時に始まっている。初期開拓者の一人に、サミュエル・ W ・ウィリアムズがおり、この土地にウィロー・オーク、ポスト・オーク、ウォーター・オーク、サザン・レト・オーク、ライブ・オークなど、多種のオークが生えていたので、オークランド・プランテーションと呼んだ。ウィリアムズの兄弟であるナサニエルが1838年に土地を購入した。 彼らは、綿花、トウモロコシ、砂糖キビを育てて、プランテーションを運営した。この初期の時代に、現在シュガーランドとなっている地域は、ブラゾス川沿いにある、社会生活の中心だった。1853年、ベンジャミン・テリーとウィリアム・ J ・カイルが、ウィリアムズ家から、オークランド・プランテーションを購入した。テリーは、南北戦争の時に、 テリーのテキサスレンジャーズを組織化したことで知られており、町の名前も付けた。南北戦争の直後、テリーとカイルが死んだ時に EH カニンガム大佐が広さ12,500エーカーのプランテーションを買収し、1879年頃にはその砂糖、生成工場の周辺に町を発展させた。南北戦争後のテキサス州は奴隷制が違法化されたことにより、 安い労働力が不足おり、刑務所の受刑者がリースされ地域の労働力として活用されていた。21世紀に入り受刑者の墓地の発掘が行われた結果、多くは黒人であり、奴隷制廃止後も20世紀初頭まで奴隷状態の労働が行われていたことが示唆されている。1906年、ガルベストンのケンプナー家がアイザック・エイチ・ケンプナーの指導と、 ウィリアム T. エルドリッジとの共同事業で広さ5300エーカーのエリスプランテーションを購入した。そこは南北戦争後も残ったホートベンド軍では数少ないプランテーションの一つだった。エリスプランテーションは当初ジェシー・カートライト連盟の一部であり、南北戦争後はウィル・エリスの管理下にオザク・ミノリの仕組みで運営されていた。1908年、 この共同経営者が隣接する広さ12,500エーカーのカニンガムプランテーションをその原料灯工場と砂糖キビ生成工場と共に買収した。この経営者たちは会社名をインペリアルシュガー社と改名した。ケンプナーがインペリアルという名前に慣れており、エリスプランテーションにあった小さな原料灯工場の名称やニューヨーク市のインペリアルホテルにかけた。 20世紀への変わり目ごろ、砂糖キビの大半が厳しい冬のために枯れた。ケンプナー・エルドリッジ合意の一部として、エルドリッジが総監督として、プランテーションに移動し、シュガーランドの企業庁を建設した。鉄道は常にシュガーランドの健全性と共にあった。これらの鉄道は、テキサス最古の鉄道ルートにあった。街のど真ん中を通り、砂糖生成工場の側を過ぎ、 町の西に出て、インペリアル州立刑務所の応援と呼ばれた場所の中心を通った。1910年代から1959年まで、企業庁としてのシュガーランドは事実上自給自足だった。インペリアルシュガー社が、労働者に住居を供給し、学校の建設を奨励し、労働者福祉のために病院を建設し、労働者の需要に合わせた事業を行った。 インペリアルシュガー社が建てた当初の家屋は今日でもザヒル地域とメイフィールドパークに残っており家族の世代を通じて引き継がれてきた。1950年代、インペリアルシュガー社はさらに住宅を建設して街を拡張しようとした。このことで新しい小区画であるベネシアンエステーツが創設された。そこはオイスタークリークや その他の人工庫に沿ったウォーターフロントの住宅地である。シュガーランド消防署第一文書の敷地、シュガーランド市消防事務所を収容し、かつては市役所も入っていた企業庁が拡大すると市政府を確立する興味が増した。1959年の住民投票でシュガーランドは一般奉仕になった。T.E. ハーマンが初代市長になった。 1960年代初期、コビントンウッズと呼ばれる新しい小区画の開発で、シュガーランドに初めて統制風で入手しやすい住宅が導入された。その年の後半、インペリアル牛牧場が開発業者に1200エーカーの土地を売却し、1968年にシュガークリークとなる新しい区画が生まれた。マスタープランによる町としてのシュガークリークでは、二つの ゴルフコースとカントリークラブ、水泳プール、及び安全保障のついたカントリークラブ生活を紹介した。シュガークリークの成功に後押しされ、広さ1万エーカーの新しいマスタープラン庁である、ファーストコロニーは、シュガーランドにおける開発に、新しい基準を作った。開発は1977年にシュガーランド、プロパティーズ社によって始まり、その後の30年間続いた。 マスタープラン町は、家屋購入者に、秩序だった造園、価格帯で分かれた地区、広い緑地帯、ゴルフコースとカントリークラブ、湖と大通り、地区のアメニティとショッピングを提供した。ファーストコロニーと同じ頃、シュガーランド市北部でも別のマスタープラン町の開発が始まった。シュガーミルと呼ばれたこの町は、伝統的な懇願と大きな土地を提供した。 シュガーランドは1980年代に大企業に注目されるようになり、多くがシュガーランドを本拠地に選択した。フルア・ダニエル、シュルンベルジェ、ユノカルなどが従業員に家から数分の距離にある会社で働く機会を提供した。このことで、納税額に基づく市内の住宅と商業の比率は40対6 0になった。1981年、 自治市政府を設立するための特別住民投票が行われた。有権者は自治政府検証の採択を承認した。この検証で決められた政府は市長、市政委員会形式と呼ばれるものであり、市の権限のすべてが一人の市長と五人の委員で構成される市政委員会に付与された。 1986年8月9日に行われた特別住民投票で市政府の形態変更が問われた。それまでの市長、市政委員会という強い市長の形態から市政委員会、マネジャーという形態への検証変更が賛成多数で承認された。市マネジャーは市管理官の長となった。この修正の成立により市長は委員会の議長職に加えて 投票では委員会の一委員となった。シュガーランドは1986年にほぼ完成されていたシュガークリークを併合した。同年、メキシコの支配からテキサスが独立した時から150周年を町の歴史で最大規模で祝った。1990年5月5日の検証修正で市政委員会の構成が市長一人と2人の委員は 地域全体から選出されることになった。1990年代の大半を通じて、シュガーランドは国内でも成長速度の高い街と認められた。市民の大半がホワイトカラーであり、ヒューストンの著名なエネルギー産業で働く大学卒だった。商業も成長し、多くの低層オフィスビル、銀行、高級レストランが、 アメリカ国道59号線やテキサス州道6号線沿いに並んだ。1996年にファーストコロニーモールがオープンして州税額も飛躍的に増加した。この床面積が100万平方フィートを超えるモールはフォートベンド群で初のものであり、市内で最も交通繁華なアメリカ国道59号線とテキサス州道6号線の交差点にある。 モールの名称は、広さ1万エーカーのマスタープラン町ファーストコロニーから取られた。1997年11月下旬の夜11時50分、シュガーランドは、ファーストコロニーの残っていた地区を併合し、人口は約6万人となった。これは今日まで、シュガーランドとして、最大の併合になっている。シュガーランドは2000年の国勢調査で、 人口63,328人となり、テキサス州の大都市の中でも最大の成長率だった。2003年、新しく名称が変わった、ヒューストンシュガーランドベータウン大都市圏の主要都市になった。この都市圏では、ガルベストン市に代わり、ヒューストンに次ぐ第二の重要都市となった。新千年期には、市内にある高等教育機関拡大の必要性が問われた。 2002年、ヒューストン大学フォートベンド校が、ユニバーシティブールバードとアメリカ国道59号線に近い広さ250エーカーの新キャンパスに移転した。市は、アルバートマミー、ジョージビルの建設資金を支援し、その結果として、その他施設教育機関は、ヒューストン大学シュガーランド校と改名された。2003年、インペリアルシュガー社の生成工場と、 物流センターが創業を止めたが、地元経済に与えた影響は小さかった。今日のシュガーランドは一世代前のブルーカラーと農業に依存する街からヒューストンの裕福な郊外地という評判を確立していたからだった。しかしインペリアルシュガー社はその本社を市内に維持している。テキサス州交通省はシュガーランドの西部にあった刑務所の土地二千十八エーカーを二千三年の 入札で開発業者のニューランドコミュニティに売却した。その後、この開発業者は、この一等地にテルフェアと呼ぶ、新しいマスタープラン町を建設すると発表した。2004年、シュガーランド市はこの土地すべてを、地域に併合し、開発の品質を制御するとしたので、地域は西に広がった。過去のシュガーランドは、開発前ではなく、出来上がった。 開発地を併合してきたので異常なことだった。2005年12月1日午前12時1分、シュガーランド市は建設されたばかりのマスタープランチョーアバロンとブラゾスランディングの4区画を併合し、人口で約3200人が増加した。現在シュガーランド市はグレートウッド、ニューテリトリー、リバーパークの拡張と、さらにタラコロニーとタラプランテーションの小区画を近い、 将来に併合する交渉を進めている。この併合は1992年と1997年に行われたファーストコロニー併合の規模を超えて最大のものとなり、市の人口は約12万人になる予定である。シュガーランドの地図シュガーランドはホートベンド郡の北東にあり、ヒューストンからは南西に25マイルに位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 地域全面積は24.9平方マイルであり、このうち陸地42.1平方マイル、水域は0.8平方マイルで、水域率は3.33%である。地域の標高は70フィートから90フィートである。シュガーランド地域空港の標高は82フィートである。シュガーランドは、 北緯29度35分58秒整形95度36分51秒北緯29.599580度整形95.614089度29.599580-95.614089に位置している市内を2つの川が流れているブラゾス川は市の南西部と南部を流れてブラゾリア郡に入る オイスタークリークは市に北西と東部を流れ、ミズーリーシティに入る。オイスタークリークとブラゾス川をつなぐ多くの人造湖がある。残っている湖は多くのマスタープランを開発したためにできた人造のものである。市内氷土の下には、そうをなさない粘土、粘土質欠岩固着力の弱い砂があり、深さは数マイルに及んでいる。 地域の地質はロッキー山脈が侵食されて流れてきた堆積物で作られてきた。これら堆積物は砂と粘土で構成され腐った有機物の上に積もり長い間に石油や天然ガスに変換されてきた。この層の下には水が運んだが暗炎の層がある。長い間に多孔質の層が圧縮され上に持ち上げられた。上に上がるときに塩が 周りの堆積物を引きずって、ドーム状になり、周りの多孔質さから染み出した石油やガスを巡った。この地域では地震がない。近くのヒューストン市は地図化され、昔から活動している86の表面断層があり、総延長は149マイルになるが、表土の下の粘土層が地震で大地を揺らす、摩擦の蓄積を防いでいる。 これらの断層は断層クリープと呼ばれる大変ゆるりとした動きしかしていない。シュガーランドの気候は温暖湿潤気候に分類される。メキシコ湾岸平原生物群系に位置し、植生は温和な草原に分類される。年間平均降水量は48インチである。風向は年間の大半で南と南東から吹き、メキシコ湾の熱く湿った空気を運んでくる。 夏季の7月と8月の大半では、日中最高気温は、下肢95度近辺にある。空気は穏やかに感じられ、湿度が高く、露天は通常化し70度台前半から半ばである。熱指数は、毎日100近辺になる。夏には、雷雨が多く3分の1から2分の1の日に雷を、聞く。過去最高気温は2000年9月に記録した、下市100度である。 ヒューストン地域の冬は冷涼で穏やかである。冬の平均最高気温は下市62度、最低気温は下市45度である。最も寒いのは通常1月であり、北風が冬の雨をもたらす。雪が降るのは極めて稀であり、降ったとしても積もらない。2004年のクリスマスイブには稀な吹雪が襲った。数インチ積もったが、 翌日の午後には消えてしまった。2009年12月4日には最も早い降雪があり、2年連続して降雪があったのも、記録が取られるようになって、初めてのことだった。ミニッツメイド本社、ファーストコロニーのシュガーランドタウンスクエアインペリアル、シュガー社の本社シュガーランドの経済は、その多様さ、企業の活力、生活の質で特筆され、アウトルックマガジンやテキサスビジネスで、 事業を移し拡大するためのテキサス州裁量の都市の一つに挙げられている。ヒューストン大都市圏の立地域と同様にエネルギー関連の大企業、特に石油探索と生成の企業がある。フォーチュン500に入る企業としては CVR エナジー社とナルコチャンピオンのエネルギーサービス部門がある。エンジニアリング会社など関連企業も経済の推進力として機能している。 市内には、インペリアル・シュガー社の本社がある。これは、同社の主要生成所と、物流センターとしても機能していたが、2003年に、その機能を停止した。シュルンベルジェ社は1995年に、ヒューストン・ガルフ・フリーウェイ5000から、シュガーランドの敷地に、事務所を移転した。ミニッツ・メイドは2009年2月16日に、ファーストコロニーのシュガーランド・タウンスクエアで本社を、 オープンした。以前は、ヒューストンのセントジェームズプレイス2000にあった。1989年、BMC ソフトウェアは、市内はアンシュガークリークプレイスに、広さ20万平方フィートのスペースを賃貸する、計画があった。1991年、BMC は、シュガークリーク国定銀行ビルで、約12万平方フィートのスペースを、フルアダニエルビルで、 1> 約1万6千平方フィートを賃貸した。どちらもシュガーランド市内にある。BMC は、当時ヒューストンのウェストチェースにある本社がオープンした、時には、二つの賃貸スペースを明け渡す計画だった。市の2010年包括的財務報告書によれば、市内の主要雇用主は次の通りである。シュガーランド市役所、ファーストコロニーのシュガーランドタウンスクエアシュガーランド市は、市政委員会、 マネジャー方式の政府を採用している。市政委員会が市マネジャーを指名し、政府の執行役員の長として機能させている。市マネジャーは政策を実行し、市の計画を管理する。市検察官、警察署長、消防署長など部門長は市マネジャーに対して責任がある。市政委員会は一人の市長と小選挙区から選ばれる委員4人。 自然体から選ばれる委員二人で構成されている。すべて、人を派選挙で選ばれる。原子役所は、ファーストコロニーのシュガーランドタウンスクエア開発の一部で、ある。以前は、コーポレートドライブ1405にあった。旧市役所は現在シュガーランド消防署が入っている。政治的には、ヒューストン大都市圏の中でも共和党の支持が強い、ところである。 市政委員会は公式には非党派である。現在選挙で選ばれている役人はすべて共和党支持である。アメリカ合衆国議会会員ではテキサス州第22選挙区に属し、2013年時点で共和党員を選出している。この選挙区は会員多数党員内総務トム・ディレイが1985年から辞任する2006年まで務めていたものであり。 2006年は共和党が書き込み投票を強いられた。また2008年に共和党の大統領候補指名を争ったロンポールが1976年と1979年から1985年まで務めていた。ロンポールは現在第14区に回っている。テキサス州議会では上院の第17選挙区に大半が入っている。 西部の一部とマスタープラン町のいくつかが第18選挙区である。下院では第26選挙区にある。これらすべてに共和党員を選出している。シュガーランド郵便局テキサス集計自司法省がシュガーランドに近い未編入領域でジェスター州立刑務所の応援を運営している。市内ではその中央ユニットを運営しており、市域内では唯一の州立刑務所である。 その男子共生物資倉庫であるシュガーランド物流センターが中央ユニットの中にある。2011年にテキサス州刑事司法省はこの施設を閉鎖しようとしており、同年8月末までに空室となると発表した。その閉鎖により、代替施設がないまま州立刑務所が閉鎖されたことで州内唯一の都市になった。アメリカ合衆国有便公社が マトラッジウェイ225で、シュガーランド郵便局を、グランツレークブールバード3130で、ファーストコロニー郵便局を運営している。2010年の国勢調査による人口は78,817人だった。ヒヒスパニック白人が44.4%、ヒヒスパニック黒人が7.3%、ヒヒスパニックインディアンが0.2%、 ヒヒスパニックアジア人が35.1%、その他人種が0.2%、ヒヒスパニック根血が2.2%であり、ヒスパニックラテン系は10.6%だった。以下は2006年の推計による人口統計データである。シュガーランド市民は、ヒューストン大都市圏のエネルギー産業で雇用されている、ホワイトカラー、大卒労働者が多い。二千四年、 全国的な不動産マーケティング会社であるホームルートによれば生活したい100カ所の一つに挙げられた。この会社は毎年アメリカ移住プログラムを通じて国内の都市を調査している。判断基準は教育機会、犯罪率、雇用と住宅のデータである。不動産情報会社のオンボード LLC によって提供された国内271都市の統計から始めた。 これらの都市は世代あたり収入の中央値が高く、人口増加率が平均以上にある。人口5万人から10万人規模の都市の中で、テキサス州で最も適合した都市に2004年、2005年、2006年に選ばれた。これは、州全体の適応性イニシアティブである、テキサスラウンドアッププログラムの一部である。健康とスポーツの関連に関して、レクリエーションでも、 競技会レベルでもスポーツが盛んである。1967年に結成された最初のコミュニティ水泳チームであるシュガーランドシャークスがある。テキサス州の中ではアジア系の集中度が最も高い。人口の34%がアジア系であり、インド系10%、中国系9%、フィリピン系6%となっている。カトリック教徒が 人口の3分の1を超えており、セントローレンス教区、セントトマスワキナス教区、セントテレサ教区に11,998世帯が登録している。ファーストコロニーモールシュガーランドをタウンスクエアが首都、フホートベンド群の主要モラック地区として機能している。この地区には、レストラン街、歩道カフェ、ショッピング街、マリオットホテル、会議場、中層のオフィスと住居。 公衆広場があり、また、市役所もある。ここで、祭りや重要行事が開かれる。その中心である、市役所と公衆広場は、ヒューストンビジネスジャーナルから、ベストコミュニティインパクト賞を受けた。この地区に接して、地域の主要ショッピング街である、ファーストコロニーモールがあり、近年は、当初の屋内のみから、屋外のライフスタイルまで拡張し、駐車場を備え、 周辺地域と溶け込む新しい看板もできた。2軒のディラード、メーシーズ、JC ペニー、バーンズノーブルなど機関店の他に130以上の店舗がある。独立リーグのアトランティックリーグのシュガーランド、スキーターズが2010年に設立され、新築されたコンステレーションフィールドで2012年に最初の試合を行った。シュガーランドアイススポーツセンターがあり、 NHL のミネソタ・イルド参加、アメリカンホッケーリーグのヒューストン・エアロズが練習場にしている。アイススケート施設として一般にも公開されている。毎年ティーンストックと呼ばれる音楽祭が開催され、地域の様々なバンドが出演している。ファーストコロニー協会が講演している。市内にはゴルフ場、カントリークラブ、湖を備えたマスタープラン町が多い。 ポートベンド郡は国内でもマスタープラン町が多い郡であり、その中でもシュガーランドが最も多い。最初に開発された町はシュガークリークだった。現在では市域と域外管轄圏の中に13のマスタープラン町がある。市の北部は住民や政府役人からオールドシュガーランドと呼ばれることがあり、アメリカ国道95千台帯路の北にある。 町すべてとその南にあるベネシアンエステーツ、ベルクナップ、ブルックサイドが含まれる。この地域の大半は1959年に市が法人化された時に入っていた。2003年に閉鎖されたインペリアルシュガー社の生成工場と物流センターもあったが、現在はその本社だけがある。北部の東にはシュガーランド企業団地がある。 電子系及びエネルギー系の企業が入っている。市内では最大の企業と工業の団地である。市の南部と南東部の地域が経済と娯楽の中心である。人口の大半がこの地域に住んでいる。すべてがマスタープラン町であり、広さ1万エーカーと最大のマスタープラン町である。ファーストコロニーのほぼすべてを含んでいる。その他にシュガークリーク、シュガーレイクス、コモンウェルス、 アバロン、リバーストーンのマスタープラン町が入っている。ファーストコロニーモール、シュガーランドタウンスクエア、新市庁舎、またその他商業地域が含まれる。参加者のゴルフ場とカントリークラブなど幅広いレクリエーション施設もある。さらにシュガーランドアイススポーツセンターがある。市の南西部の大半は域外管轄県になっている。ブラザス川の対岸にあるので、 川の向こう側と呼ばれることがある。その文化や活動も、死の多部分とは異なっている。公立学校は、ラマー統合独立教育学区に入っている。グレートウッドとリバーパークの2つのマスタープラン町がある。他にもキャニオンゲートとブラゾスの町は開発中であり、住居表示がリッチモンドとなる古く、大きな小区画であるタラコロニーは、実際には、 域き管轄圏の地区であり、将来併合される可能性がある。市の西部は部分的に地域内にあり、その他は域き管轄圏の地区である。広さ2200エーカーのマスタープラン庁、ニューテリトリーと広さ2018エーカーの今後の開発予定地、テルフェアが入っている。テルフェアの土地はすべてテキサス州交通省が所有していた刑務所農園だった。 2003年に売却され、2004年に地域に組み入れられた。新しく、テキサス州道99号線が1994年に開通し、地域の幹線道になっている。アメリカ国道90号線大退路の北にある、この地域の北部は、シュガーランド地域空港とテキサス州共生省、中央ユニットとなっている。レイクビュー小学校の敷地にある、レイクビュー公会堂は、 地域で、現在も現役である最古の公共建築物である。当初は、シュガーランド独立教育学区のキャンパスを構成する11の建築物の一つであり、活力があり、成長している町の中心だった。堂々とした風格があり、2002年にテキサス州歴史的建造物に指定された。1912年、インペリアルシュガー社が、 ウッド通りとレイクビュードライブの角に小さな建物を建設し、学校にした。当時は11の建物が半円状に並び、中心に大きな公会堂があった。この建物群が大きく白い柱で支えられた、屋根付き歩道に繋がれた。バスや自動車のために円形の自動車道があった。建物はすべて外壁を白い化粧漆喰で仕上げされ、建物内に 新鮮な空気を取り入れて循環させ、冷やすために大きな窓があった。公海道が地域活動の中心だった。現在のシュガーランド市には公共交通機関がない。しかし、ヒューストンのメトロレールをアメリカ国道95線大帯路に沿って計画された通勤鉄道という形で延伸すれば可能になるはずだった。シュガーランドの多くの住民が ヒューストンで働いていたので、市内の日本の大通りである、アメリカ国道59号線と同90号線大体路では、ラッシュアワーに、いつも渋滞が起こっていた。そのような計画に対する地域の支持も大きくなっていた。しかし、シュガーランド市は、ヒューストン地域のメトロ交通公社に加入しておらず、シュガーランドの商人はその期間を支援するために1000との、 消費税も集めていないことは注目すべきである。市内を対角線に横切る主要自動車専用道である、週刊高速道路69号線、アメリカ国道59号線は、日々の通勤に対応するために近年大きな拡張工事を行ってきた。修道6号線より、東の完成部分は、本線8車線に、相乗り自動車専用車線2本。 連続速道6本があり、ユニバーシティブールバードの西から修道6号線までの部分は本線8車線である。現在はユニバーシティブールバードの西から修道99号線の西までが拡幅されている。アメリカ国道9 5号線大体路は、シュガーランド市を東西に走り、オールドシュガーランドと呼ばれる歴史的地域を抜けている。修道6号線と、 アメリカ国道59号線の間は30フィートの中央分離帯がある8車線に拡幅工事中である。テキサス州道6号線は市の北から南東に走る幹線道であり、ファーストコロニーを抜けている。ブルックス通り、ファーストコロニーブールバードの西からアメリカ国道95号線大退路の北0.75マイルまで2008年に自動車専用道部分が開通した。 修道99号線は1994年に開通した新道である。ニューテリトリーとリバーパークを抜けている。現在の終点であるアメリカ国道59号線より南には間もなく延伸工事が始まる予定である。一般にエルドリッジ道路と呼ばれるテキサス FM1876 は市内北部を南北に通る修道である。多くの開発済み地域を通り、 シュガーランド企業団地の生誕になっている。シュガーランド地域空港シュガーランド地域空港は1990年に市が民間企業から買収した。ヒューストン大都市圏の中では4番目に大きな空港である。1日約250機が発着している。現在は一般用途空港であり、企業、政府、個人の航空機が利用している。2006年に 広さ2万平方フィートのターミナルビルと60エーカーの一般用途複合施設がオープンした。1990年代半ばには、コンケスト航空という今はないテキサス州の会社が短期間旅客便を運航していた。旅客定期便を利用する場合は、北東45マイルのヒューストンのジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港と、東30マイルのウィリアム・ P ・ホビー空港を利用している。 ヒューストン市がシュガーランド地域空港のすぐ北広さ750エーカーの公園を維持しており、また開発業者がマスタープラン町であるテルフェアを建設してきたので、この空港に拡張の余地はない。市内の修道6号線沿いウェルファームスーパーマーケットメトロバンクからヒューストンのジョージブッシュ国際空港まで中華航空がシャトルバスを運行しており、ブッシュ国際空港から 台湾の台北に飛ぶ旅客を運んでいた。中華航空は2008年1月29日にヒューストンから引き上げたので、このバス便もなくなった。ヒューストン大学シュガーランド校のジョージビル・フォートベンド軍独立教育学区管理、ビル・ワートン軍ジュニアカレッジとヒューストン大学シュガーランド校が市内にある。ヒューストン大学シュガーランド校は、ヒューストン大学の多施設研究教育センターであり、 ヒューストン大学システムに属している。学科とプログラムは、ヒューストン大学、同クリアレーク校、同ビクトリア校から提供されている。ワートン軍ジュニアカレッジは、包括的コミュニティカレッジであり、幅広い中等語教育プログラムを提供し、準学士や資格を与え、継続学習コースを行っている。バカロレア教育に進む学生も、準備のための教育をしている。 公立学校テキサス州の公共教育体系は全てテキサス州教育機関が管理している。ホートベンド郡独立教育学区はシュガーランドのほぼ全市を管轄する教育学区である。市の南西部にある生き替管轄圏の地区と市域内の大変小さな領域がラマー統合独立教育学区に入っている。ラマー学区はマスタープラン庁であるグレートウッドとリバーパークを含めている。 その他にブラゾスのキャニオンゲートとタラコロニーも入っている。市内にあるクレメンツ高校とホートベンド郡未編入領域にあるスティーブン・ニフオースティン高校はどちらもホートベンド郡独立教育学区に入っており、雑誌テキサス・マンスリーによってテキサス州でトップ10の高校に挙げられた。ニューズウィークの2009年報告書ではクレメンツ高校が 国内第358位、スティーブ・ニーフ・オースティン高校が同第845位でトップ選考に入った。クレメンツ高校2007年、テキサス州は全国数学選手権で優勝した。そのチームは、ファーストコロニー中学のケビン・チェンとボビー・シェンであり、ケビンは個人でも優勝し、ボビーは13位だが6年生では、ハイスコアだった。 そのコーチのジェフリー・ボイドもシュガーランド出身である。2008年にも連続優勝し、ボビーはファイナルカウントダウンで第2位、リットンとマスターズラウンドで第1位だった。2009年には3年連続優勝となり、ボビーはリットンで第3位、ファイナルカウントダウンで優勝し、2009年マスカウンツ全国チャンピオンになった。もう一人はリリー・シェーン、コーチはボイドだった。 私立学校シュガーランドと周辺地域には無宗派、カトリック、プロテスタントなど多くの私立学校がある。テキサス州教育機関は私立学校の運営について権限がない。私立学校は認証されてもされなくてもよく、卒業のために履修試験も要求されない。多くの私立学校は認証を取得し、教育成果について真に関心があることを示すために、 履修試験を実施している。シュガーランド図書館司書ローマカトリックのガルベストンヒューストン大教区が市内のセントローレンス学校を運営している。ケーティに隣接する郊外部の東、ハリス郡の未編入領域にはポープジョン23世高校がある。ホートベンドクリスチャンアカデミーも市内にある。ダルルアルカム学校南西キャンパスはシュガーランドに近いヒューストン市にある。 シュガーランド市民は、フォートベンド軍図書館体系の11支所を利用できる。市内には4支所がある。1974年の映画、続、激突。カージャックの一部は、シュガーランドが舞台になっている。現在は、ザ・シュガーランドエクスプレス。前半のシーンの多くは近くにある、ビューフォード H ジェスター刑務所釈放前施設で撮影された。その他は、 シュガーランド周辺で撮影された。これは、スティーブン・スピルバーグが有名になる以前に撮った映画で、あり、最初の劇場用映画だった。フォークミュージシャン、レッドベリーの歌、ミッドナイトスペシャルは、1925年に、ヒューストンで逮捕され、シュガーランド刑務所に滞在した時のことを歌っている。カントリーミュージックのバンド、シュガーランドは、死の名前を採用した。 その歌、シュガーランドの中でも歌っている。シュガーランドマガジンは2005年の創刊以来、大勢の購読者を獲得し、8万部以上が購読されている。興味ある話、活動的な写真、及びシュガーランド固有の情報が詰まっている。他州にある大きな出版コングロマリットには属さず、その代わりに地域で生活し働く地元の母ちゃん。 父チャンで構成されるチームが出版している。州や地方で多くの賞を獲得し、デザイン、写真、論説、企業倫理での秀逸さを求めて格闘し続けている。ホートベンドライフスタイルホームズ氏は、シュガーランド、ミズーリシティ、リッチモンド、ローゼンバーグ、スタッフフォードの家庭に郵送されている。地元の人間的に興味のある話、家の回収。 出来事、健康とフィットネス、キッズ、学校のニュースなどを掲載している。アップクローズマガジンは、地域の事業、コミュニティニュース、地域のヒーローに関する記事を載せ、読者を地元企業を運営する人に見立て、コミュニティの行事を主催し、ホートベンドを故郷と呼ばせるように仕組まれている。読者は、人々と仕事をする人々と出会い、彼らと事業について、 多くを学ぶ機会を与え、コミュニティに関わることと行事で、どこで商品やサービスを買い、その時間を提供し、興味を抱くかについて、資料ある選択を行うようにさせている。シュガーランド市民の主要新聞は、ヒューストンクロニクルであり、ヒューストン大都市圏唯一の大新聞である。木曜版ではその、ォートベンド部で、シュガーランド地域の特集を行っている。その他に、 ヒューストンプレスも購読されている。また、ホートベンドナウを通じて、地元ニュースや政治的な出来事に関する地域ニュースを受け取っている。無料週刊誌としては、ホートベンドインディペンデント、ホートベンドサウスウェストスター、シュガーランド3の3市がある。ホートベンドヘラルドテキサスコースターは、主にシュガーランドの西リッチモンドローゼンバーグ地域を扱い、 シュガーランドのニュースも載せている。シュガーランドはヒューストンテレビ市場に入っている。この市長はニールセンによれば全国第10位である。自然体にはパブリックアクセスのケーブルテレビで市政委員会、企画、区割委員会、町の行事、教育学理事会、ホートベンド軍政委員会の様子を放送している。ケーブルテレビ視聴者の大多数はコムキャストの配信を受けている。 他にも多くのプロバイダーがある。シュガーランドは、ジェニファー・ラブ・ヒューイットが主演する、テレビドラマ、クライアント、リスト・ザ・ムービーの舞台になっている。ヒューイットが演じる役柄はボーモントに住んでいるが、スキャンダルの多いマッサージパーラーで働くために、シュガーランドに通っている。ありがとうございます。